で、今日のテーマはですね、まあ、ちょっと収集鉄からの流れで、まあ、鉄印帳をね、改めてやりたいなと思っております。で、ちょっと先ほどね、私が投稿した鉄印帳の投稿にですね、まあ、コメントがついたんですけれども、あ、鉄印帳なんてものがあるんですかと、知りませんでしたという投稿をいただきまして、あ、そうかと。ね、まあ、ちょっとついね、自分がやってると、なんか他の人も知ってて当然みたいな感じでね、思ってるんですけれども、まあ、それをやってない人にとってはね、知らないっていうのもあると思うので、まあ、今から鉄印帳を始めたい方のためにですね、改めて、初歩の初歩をちょっとお話ししたいと思います。もうすでにね、集めちゃった人、集めてる途中の人にとってはもう知ってるよっていう話なんですけれども、まあ、これからやりたい人もいらっしゃると思うので、ちょっとやっていきますね。で、まあ、そもそもからいきます。はい。鉄印帳とは、ですけれども、まあ、御朱印の鉄道版と言われたりします。こういうものですね。もうまさにこういう、鉄印帳って書いてますけれどもね。こういう、まあ本当に御朱印帳を模したようなですね。こういう、まあ、蛇腹状になっている冊子がございまして、で、これに、各鉄道会社でいただいた、まあ、鉄印。まあ、書き置きであれば自分で貼り付けたり、あと直に書き込む、手書きしてもらってるというような形で集めるというアイテムになっております。まあ、これ、まあ、先ほど見せましたけども、こういう形ですね。鉄印帳の中にはこういう、まあ、熊川鉄道とかね、南阿蘇鉄道っていうのをこういうのをしておりますけれども、まあ、いろんなタイプの御朱印、鉄印がいただけます。で、そもそも鉄印帳っていうのは、一応この鉄印帳っていうのは、三セク鉄道のみを対象としております。まあ、大手私鉄とか JR は含まれません。ね。まあ、よく知っている阪急とか京阪とか、近鉄とかがあれば、まあ、ピンとくると思うんですけれども、まあ、そういうのは、まあ、民鉄、まあ、私鉄ですので、三セク鉄道ではないということで含まれておりません。で、まあ、御朱印が流行ってるというのをね、まあ、ちょっと、聞きつけた熊川鉄道の社長さんがですね、あ、じゃあ鉄道版の御朱印ってやったら、それ目当てにお客さん来てくれるんじゃないかということで発案をされて、で、形になったのがこの鉄印帳ということでございます。まあもう今から2年ほど前からスタートして、ね、もうすでにたくさんの方が始められております。で、まあ、鉄印を集めるんですけれども、まあ、この鉄印のね、受付の窓口というのが決まっておりまして、その駅を訪ねて、鉄印の記帳を受けるということになっております。で、対象がですね、全国の三セク鉄道40社、40もございます。北は、道南、漁火鉄道からですね、南は、九州、熊本、と、鹿児島県が走っている肥薩おれんじ鉄道まで、本当にね、北から南まで、まあ、結構まんべんなくですね、日本全国に散らばっておりまして、で、この40社をね、回るってことは、結局もう日本全国を回るっていうことになるということでね、一大イベント、全国版の鉄道イベントということでね、なかなか珍しい企画になっております。で、まあね、40社、全国40社もあるのというのを聞くとね、40社も集めらんねえよと、無理ってね、まあ思われる方もね、まあ当然いらっしゃると思います。まあそれもね、無理も、まあそう思うのも無理とならないと思うんですけれども、ですが、すでにですね、630人以上の方が完全制覇、成し遂げております。まあ、一部ですね、ちょっと以前阿佐海岸鉄道っていうのがですね、工事中のために鉄印を発行してなかったので、まあ、それ抜きの39社だけ、制覇した方も一応マイスターになってるんですけれども、まあそういう方も含めて630人。あとまあ一人でね、2回3回と回ってる方もいらっしゃるようなので、まあそういう方はまあ一人でまあ2人3人分、をまあ、ダブってるんですけれども、まあ、トータル、延べですね、630人以上の方が制覇しているということなので、630人ってすごい人数ですよね。ですので、まあ、できないという理由はないと。ね、もう本当に老若男女、いろんな方がね、トライされております。で、まあ、じゃあ、鉄印帳やりたいですっていう方にね、簡単にやり方を、解説したいんですけれども、まず始めるにはですね、こちらの、鉄印帳という専用の冊子ですね。まあ、これは紺色の冊子なんですけれども、まあ、色違いのものはあるんですけれども、いずれにしてもですね、専用のこの鉄印帳って書いてある冊子
を使わないと、まずね、記帳を受けることができません。お寺とか神社の御朱印ですと、いろんなね、御朱印帳が各お寺とか神社で売ってたり、あと市販のね、ちょっと洒落たデザインの、御朱印帳っていうのが販売されたりするんですが、そういうのを持ってきてですね、鉄印くださいと言っても、それはダメです。ブブーです。はい。で、こちらがですね、1冊2200円、税込みですね、2200円になっております。で、これをね、一応40社分各スペースがあるので、40社分全部埋めると完全制覇ということで、マイスターという認定を受けることができます。で、もう最初からね、もうちょっと40社も集めるつもりはないですという方のためにですね、フリー版っていうね、これよりもちょっと、ページ数が少ないものも売られておりまして、で、フリー版は1320円税込みで販売されてますので、近場の鉄道会社だけとかね、を目指す。狙ってやるという方はそちらを買ってください。いずれにしてもね、通常版にせよ、フリー版にせよ、この鉄印帳という専用の冊子がないと、鉄印をもらえないということだけね、認識しておいてください。で、通常版の場合は中にね、40社分のページ、蛇腹でね、ありますので、で、もう一応最初からですね、このページは、例えばこのページは、土佐くろしお鉄道のページですっていうのはね、最初から印刷されております。で、白紙のところにね、この、印を、貼り付けたり、書いてもらったりというような形で集めていきます。こういういろんな印がございまして、で、本当にね、お寺の御朱印を模したものもあればですね、これ私好きなんですけどね、長良川鉄道、鮎食べたし長良川鉄道というね、もう鮎の絵が描いてあって、これなんかほのぼのとしていいなと。で、記帳を受けるにはですね、ただではもらえません。一つもらうのに最低300円からになっております。で、特別印とか期間限定って呼ばれるものがありまして、そういったものはですね、500円から、になっております。で、鉄印をもらうにはですね、指定の窓口へ行ってください。で、駅であればどこでもいいっていうわけじゃないです。で、あと、鉄印の窓口ということで指定されている駅でないと、鉄印をもらうことができません。どこの駅でもいいというわけではありません。で、もらうときはですね、この鉄印帳と、あとその、当日有効な乗車券ですね。そこまで乗ってきた切符でもいいですし、そこから乗る切符でもいいんですけれども、とにかくね、乗車券。あるいは1日乗車券みたいなものがあれば、それを提示しても OK です。で、一部の鉄道会社はですね、IC カードが使える鉄道会社であれば IC カードを見せるだけでも OK という場合があります。それはちょっとね、窓口で聞いてもらったらいいと思います。いずれにしても鉄印帳と乗車券両方の提示が必要になると。で、あと、記帳料ですね。300円か400円か500円かは、それぞれの印に応じた金額を払って、で、記帳を受けられるということになります。で、記帳のルールなんですけれども、これちょっと読売旅行のね、ホームページから引用したんですけれども、一応一部につき、鉄印1枚。で、絵柄が違うものであれば、これ1冊で、2枚以上買うこともできますよと。で、例えばね、一人で鉄印をですね、鉄印帳を2冊、3冊と持っててですね、記帳を受けたいと。2つ持ってるから、2つ記帳をくださいということであれば、これ2冊と、乗車券等も2つ分必要ということになります。で、初めの頃はですね、ここら辺のルールが徹底されてなかった感じでですね、本来はですね、窓口で、一人で買える鉄印帳は一冊だけとかね、ルールがあったんですけれども、鉄道会社によっては一人でね、3冊も4冊も買えたりとか、あと、乗車券持ってなくても記帳できたりとか、そこら辺がね、不徹底だったんですけれども、今は、これで統一されているようです。で、40社全部制覇しますと、鉄印帳マイスターというね、認定を受けることができます。受けるにはですね、認定してくださいということで、これ全部集まった鉄印帳と、あと、現在はですね、切手1000円分を同封して、で、書き留めかなんかで送ると。認定のマイスターのね、カードと、これをね、返してくれるという形になってます。で、あと、認定されるとですね、読売旅行のホームページの方に、マイスターということで名前が掲載されるということになってます。
あと、マイスター特典でですね、ちょっとまた、各社回らないといけないんですが、完全制覇のね、特典ということで、1日乗車券がもらえたりとかですね、いろんな特典がもらえるというのがあります。まあ、そういうのを目指して頑張ってもいいかな、ということですね。で、これ私のね、マイスターカードを写真に撮ったんですけれども、私は482番でした。まあ遅い方ですね。去年の11月に申請してもらったんですけれども、で、今も630人まで来てるということですね。で、鉄印帳の魅力ですね。まあなぜ集めるのかっていうところですけれども、まあちょっと私が一番思うのは、全国規模の鉄道イベントであるということで、まあ、昔やったですね、チャレンジ2万キロを彷彿とさせるね、そういうイベントじゃないかなというところと、まあ、制覇するとマイスター認定を受けられるということで、これもですね、乗り鉄にとってはですね、まあ、乗車証明をもらうっていうのはなかなかね、ハードルが高い。いくらね、自分で記録をつけてると言っても、第三者が見てね、客観的に評価してくれるわけじゃないので、まあ公式な認定証をもらえるというのは嬉しいところですね。あと、集めたくなる絵柄のデザインの、鉄印があるということで、まあ集める楽しみもあるということですね。で、先ほど言いましたね、全国規模の鉄道イベント。まあかつて国鉄時代にはこういうのありましたね。ディスカバージャパンっていうね、まあそういうエキスタンプもありましたよね。ディスカバージャパンって書いてあるね、エキスタンプありました。で、まあその流れでですね、いい旅チャレンジ2万キロというキャンペーンもあって、まあ、JR になる前後の期間をまたがってですね、こういうのやってました。で、まあ、あいにくもちょっとそれが最後でしたね、全国規模の鉄道イベントっていうのは。もうそれ以降、まあ、JR も分割されちゃったので、全国規模のそういうイベントもないですし、私鉄でもそういうのはなかったです。ということでね、こういうのがあるっていうのが本当に嬉しいところで、ちょっと地図にするとこういうことですね。北は北海道から南は九州まで。本当にね、まあ、黒い点がその各社の、ある場所なんですけれども、なんかね、偶然なんですけども、綺麗にね、北から、東から、西から、南まで、綺麗に分散してる感じでね、例えば、東だけに偏ってるとか、西だけに偏ってるとかいうことがないんで、まあ、本当に、日本全国を旅するのにうってつけだな、というふうに思います。で、あとこれがですね、旅行読売という雑誌に載ってたんですけれども、まあアンケート調査をされてて、鉄印集めで良かったこと、どんなことでしたかっていうのをね、アンケート取られてた。鉄印をもらうたびにね、やりがいを感じたとか、まあ旅行プランを練るのが楽しかった。まあこんなのはね、もう乗り鉄の腕の見せどころですからね、まあ限られた日数、限られた予算でどんだけ回れるかっていうね、まあそういうのを考えるのが楽しいっていうのもありますし、あと、まあ、あまりね、鉄道に、それまで、乗ってなかった方からするとね、初訪問の場所が多くて楽しめたと。ね、行ったことがない場所。まあ、なかなかね、この山脊が走ってるところって有名な観光地とかなかなかないんで、まあ、わざわざ出かけていくきっかけがなかったと思うんですけれども、まあ、鉄印帳をきっかけに行けたのが良かった。で、あと、まあ、再訪するきっかけになったっていうのは、まあ、昔若い頃に一回行ったことはあるんだけれども、もうそれ以来行ってなかったと。でも、鉄印があるから久々に乗ってみたら、ね、昔とは随分変わってて、すごく、その変貌ぶりに驚きましたみたいなね、そういう投稿があったりしました。で、制覇するとマイスター認定でですね、公式な認定証がもらえると。ね、まあ、乗りつぶし派にはね、特に、証拠といえばね、まあ、切符とかの証拠は残すんですけれども、やっぱりね、最後、あなたはちゃんとね、すべて集めましたというような認定証があるのは嬉しいですよね。で、絵柄のデザインですね。鉄印ですね。本当に各社個性的なデザインで、あと手書きだったり、印章であったりっていうのがありますし、あと期間限定印なんていうのもありまして、もう本当に最近はもう各社こそってですね、もうなんかもう鉄印人気にあやかってもういろんなものを出してるなという感じがいたします。で、一般的なよくあるのがですね、まあこちらの書き置き印という、まああらかじめね、まあちょっとちっちゃい紙にですね、まあこういう、まあ印とかをまあプリントしてあるものですね。で、日付だけはまあ当日、まあ手書きなり、スタンプなりで入れるというような形のものがまあ多いです。直押し印というね、
あらかじめ用意している紙じゃなくって、まあ、鉄印帳の本体にですね、直接判子を押すというようなやり方をしているものですね。判子を押して日付を手書きするというようなものですね。まあ、ここに書いてあるのは、左から錦川鉄道、で、真ん中が北条鉄道、で、右端が南阿蘇鉄道でね、まあ、これらは直押しですね。直押しされている印になります。で、一番ね、まあ嬉しいのは手書きですよね。完全手書き。まあその場で人が直接ね、書いてくれるというのね。左から、百合高原鉄道、百合高原鉄道。で、真ん中が会津鉄道。で、右側が、鹿児島、熊本、走る肥薩おれんじ鉄道ですね。まあこういうのは直で、手書きされているということでね。まあやっぱり、まあこういうのあるとね、すごく嬉しいですけれども、まあただ手書きの、まあデメリットと言いますかね、は書くのに時間がかかる というのがありますね。まあ、直接印を押す場合でもそうなんですけれども、やっぱり、三セクの鉄道会社ってもう人員を極限まで削減しているところが多いので、窓口があるんですね。鉄印の担当者が決まってて、その担当者がいないと、鉄印を記帳できないというようなことがあったりするので、タイミングが悪いとね、ちょっと今担当者がいないので待ってもらえますかとか言われるとね、ちょっともう次の列車5分後なんですけど、みたいなね、ことになると非常に、焦ることになります。で、まあ、同じようにね、鉄印を集める人が、まあ、3人も4人も同時に窓口に行くと、ね、3番目、4番目だと順番待たされて、まあ、10分とか15分とか待たされる時もありますんでね、まあ、本当に焦ることになります。まあそれでもね、まあじゃあ、こういう手書きがあるのはやっぱり嬉しいもんですね。あと、特別印とか限定印っていうのもあります。左側のね、青っぽいのが、越後ときめき鉄道の、まあ、特別印なんですけれども、ちょっと切り絵みたいなのになってるのわかりますかね。右上の方が、ちょっと桜の花びらのみたいな形になってて、で、左下が海の波の模様みたいなのになってるんですが、これ、切り取ってるんですね、白くなってるところは。まあ、こういう細かい細工を施してありまして、で、これは1枚500円でした。ちょっと高いんですけれども。で、右側が渡良瀬渓谷鉄道で、イルミネーション号乗車記念って書いてあります。これ、ちょうど行った時にですね、まあ、イルミネーション列車というね、まあ、駅とか列車にね、イルミネーション、電飾の飾り付けをしてるっていうね、そういうイベントをやってる時に行ったので、まあそのタイミングに合わせて期間限定でこういうね、まあ黒い背景の、まあ夜のイメージなんですが、こういう、限定というのを出されていました。これも500円だったと思います。まあこういうのもね、まあ通常印もあるんですけれども、まあその時期にしかもらえないということなんでね、まああえてこういうのを選ぶのも面白いところです。あとこちらはですね、まあ東北の各社なんですけれども、左上のところにね、漢字の6みたいなロゴがあるの分かりますかね。これ、昨年ですね、東北デスティネーションキャンペーンっていうのがあって、で、デスティネーションキャンペーン期間限定員というのがあったので、この4箇所は限定員をもらったという形ですね。まあ、こういうようなね、鉄印集めの旅、いかがですかね。まあ、全国回るきっかけにもなりますし、まあ、おそらく、まあ、ほとんどの方は行ったことがない、乗ったことがない路線がほとんどだと思います。まあ、特にもう中高年の方になってくると、もう大概の観光地は行ったよと、もう国内も、もう主だったところは行ったという方も多いと思います。であれば、あえてこういうね、まあ、マイナーな路線、マイナーな観光地、そういうのを訪ねるのもね、味があっていいんじゃないでしょうか。まあ、もっと細かい内容を知りたければですね、もう鉄印帳で検索していただくと、まあ、読売旅行、まあ、旅行読売っていうね、まあ、そういうところが主催でやっておりますので、詳しい情報を出しております。まあ、特に窓口の駅はどこかとか、営業時間は何時から何時かとか、いうのをね、調べてから行かないとね、行ったはいいけどちょうどお休みだったとかね、まあ、始発列車でね、朝早くに行ったらまだ空いてなかった。とかね、終電ギリギリに行ったらもう閉まってた。まあそういうこともあり得ますので、本当にね、まあ私も実際、集めて回ってる時に、うっかりですね、窓口が閉まってる時間に行こうとしてね、まあ直前で気づいて変更したりとか、いうことがありました。やっぱり大小いろんな鉄道会社がありますので、まあ、
都会に住んでる方だとね、その JR と同じような対応してくれるだろうと期待しがちなんですけれども、地方はそんなことありません。はい。先ほど言ったみたいにね、窓口に担当者がいないとか、いうこともあったりしますんで、そういうのも含めてですね、どうしても田舎時間といいますかね、地方の時間っていうのはちょっと都会とまだ独特のな時間感覚があったりしますので、そこはもうそういうのを織り込んだ上でですね、待たされるかもしれないということも、考えた上でね、予定を立てていってください。難しいんですけどね、もうこの1本逃すともう次2時間待ちなんですと。そんなところになるとね、本当にも大変なんでね、あんまり、悠長なことは言ってられないかなとは思うんですが。失敗はしない方がいいんですけれども、失敗したらしたでね、ちょっと思い出に残るかなというので、ちょっと前向きに捉えたらいいんじゃないかなというふうにも思います。